もう二十年以上前、少年時代の話である。俺は、名は、空、友達は、ユージとヒロキと仮名をつけておく。あれは、小学校六年生の夏休み、俺たちは、近所の公園で毎日のように集まり、遊んでいた。夕焼け空が真っ赤に染まり出した頃。そろそろ帰ろうかと、ヒロキが言い出す、片親で家に帰っても、 一人ぼっちのユージは、もう少し遊ぼうやと、俺たち二人を引き止める。門限に厳しいヒロキは、ごめんな、また明日遊ぼうや。と言い返っていく。ヒロキの姿が見えなくなると、決まって、ユージは、あいつ毎回付き合い悪いのと愚痴り出す。すっかり暗くなった公園には、俺とユージの二人きり。ユージの話に、適当に相づちを打つも、 早く帰らねば、俺も親に叱られる。そんな俺の挙動が伝わったのか、ユージは、少しいらついた顔をして、虎も帰りたいんやろ。帰ればいいやんかと言い放つ。少しムッとしたが、いつものことだと、自転車にまたがろうとすると、俺、こないだ肺をくみつけつたいよね、ユージが言う。どうせまた引き止めようと、興味を引こうとしてるんだと思い。 俺はあえて聞こえないふりをし、自転車を走らせようとすると、俺今夜、廃屋に探検しに行ってくるわと、さっきよりも、大きな声で言った。廃屋、探検、興味はあったが、親に怒られたくなかったので、勇士、お前も早く帰れよと言って、家へ帰った。どうせ一人で行く勇気もないくせにとその時は思ってた。家へ帰り、風呂に入り、 晩飯を済ませたた、頃だっじりりりりんと電話が鳴る。もしもし、と電話に出ると、ユージの母親からであった。あんたんとこに、うちのユージ言っとらんかね。乱暴な言い方に、軽くむかっと来たが、ユージくんなら、まだ公園で遊んでるかもと、言うとガチャッと電話を切られた。ユージの母親には、むっと来たが、ユージが帰宅してないと聞き、少し心配だった。 ユージは、少し悪ガキで、夜遅くまで遊んでいることが多く、悪い連中と付き合いがあると噂されていた。夜も十時を回り、床に着くと、遊び疲れか、すぐに眠ってしまった。翌朝早朝、母親が血相を変えて叩き起こしに来た。ユージのお母さんから電話がかかって、昨日から家に帰ってないってさ。 ここにいるんじゃないかってどなり散らすんよ。またかよ、と思ったが、一晩も家に帰らないのは、初めて、私本当に、昨日行っていた廃屋へ探検しに行って、何かあったんじゃないかと、心配になってきた。ひろきに電話をして、ことの経緯を話すと、ひろきの家にも、同じような電話がかかったらしい。とりあえず、いつもの公園で待ち合わせをして、落ち合った。 ユウジとは、もう付き合うなって、母ちゃんに言われて大変だったよ。ヒロキが疲れた顔で言う。あいつの母ちゃん変わってるよなと、俺が言うと。ヒロキが、まあ、それもわかる気がするわ、と、意味深なことを言った。わかる気がするって俺が聞くと、あ、なんでもないよ。それよりユニの行きそうな場所探さんと。そして、俺たちは、 よく3人で遊んだ場所をぐるぐる回ったが、ユージは見つからなかった。一旦公園へ戻り、水を飲み休憩していると、公園の横を、ユージの母親が車で通りかかった。俺たちに気がついたのか、車のスピードを落とし、ゆっくり通り過ぎていく。ユージが帰ってこなかったせいか、充血した目でぎろっと、俺たちをにらみつけ去っていった。心なしか。 口元が、ぶつぶつ何かを言っているようにも見えた。おっかねえな、ヒロキが言った。母。そういえば、トラさあ、昨日、俺が先に帰った後、有事なんか言ってなかったんかああ。アホな俺は、廃屋の話をヒロキに言われ思い出した。昨日の会話をヒロキに伝えると。廃屋か、多分あそこにあるやつやないかな。 ヒロキは何か知っている風だった。ヒロキ、場所わかるんかわかるんなら行ってみようや、そう俺が言うと。うん、あんまし行きたくない。とヒロキがごねる。見えきらないヒロキに、ごををやして。お前、裕二が心配やないんかはよ行くぞ。嫌がるヒロキに案内させ、自転車を漕ぐこと1時間。道路も途中から舗装されてなく。 砂利道に変わったこの集落の先にあるんやけどたどり着いた場所は川沿いの小さな集落だったここってもしかして○○地区ってとこそうそうひろきが嫌がった理由がわかったここは絶対に近づいてはいけないと親たちにいつも言われている地区だった集落の家屋は半分以上朽ち果てたようなものばかり 歩いている人の身なりもすすけ汚れていた。数人の老人がこちらに気がつくと、足を止めてこちらを凝視してくる。その目はどれもすさんで、憎しみさえ感じられるほど強い視線。よく見ると、日本のものではない、小さくボロボロな国旗が風に揺れていた。広き、例の廃屋ってのは、この地区の中にあるんかいや、確か。 この地区の少し先の山の中だったはずと小さく答えた。そこへ行くには、この集落の中通らんといけんのかうん。50メートル先では、数人の住民が、俺たちのことをじっと見ている。恐ろしかったが、友達も心配だ。俺たちは、腹を決め、怪しまれない程度の速度で自転車を走らせる。 ななるべくく視線を合わせいいよう進んでいく少し進んでいくと数人の老人が地べたに横になっていた自転車で進む俺たちに気がつくと状態をむくっと起こして俺たちのことを見ている見ないふりをしながら先へ進む集落を抜けたあたりで広木の自転車が急に止まったそして転がり落ちるように道の端へ走り出した おい、ひろきどうしたんか。何してるん声をかけると、ひろきは、急に道の端でゲーゲーとおうとした。大丈夫か具合が悪くなったんか背中をさすりながら、声をかける。するとひろきが、とら、あそこ。ひろきが、涙目で指をさす。ひろきの指さした場所には、たくさんの頭のない、鶏が木につるされていた。 食べるために血抜きをしているのか、地面には真っ赤な血の水たまりができていた。それを見た俺も思わずおうとしてしまった。慌ててその場を離れ、少し休憩しようと山に入り、人目につかない木陰に自転車を隠し腰を下ろした。広木用廃屋がここにあったとしても、よ、有事のやっ子一人でこんな場所来れるかなと言うと、 ヒロキは少しうつむき、小さな声で来れるよと言った。うん、俺なら絶対無理やな。うん、無理だ、虎よ、お前、知らんのか不意にヒロキが言う。ん何をそう聞き返した時だった。数人の男が集落のあった方向から山へ入ってくるのが見えた。やばい、虎、隠れよう。俺たちは、 木陰に身を低くし、様子をうかがった。大きなズタ袋を、老人が数人で担ぎ、山を上がっていく。老人たちは、ニヤニヤしながら、俺たちにはわからない言葉で会話している。あいつらなんて言ってるんだそれより、虎、あいつら廃屋の方へ行っとるかも。仕方なく俺たちはびくびくしつつも、老人たちと距離をとって、後ろをつけた。 しばらく進むとバラック小屋のような建物が見えてきた。とら、あれが例の廃屋だよ、ひろきが言う。そういえば、ずっと気になっとったんやけどさ、ひろきはなんでここ知ってるん俺がそう聞くと、んああ、お前とは、6年になってから仲良うなったよな。俺は、ユうジとは、3年の頃から友達での一遍だけ来たことがあるんよ、母。 お前と俺の知らんとこでいろいろ冒険しとるねえ。冒険中華の、有事のだな、うん。やっぱやめとくわ。何気になるやんか、教えれよ。そのうちわかることやけん、気にすんな。そんな会話をしていると、男たちは、廃屋の中へ入っていった。広きに促され、ゆっくりと廃屋へ近づいていく。物音を立てないように、 廃屋の裏手に回った裏手に回ると、廃屋の中からの声が聞こえてくる。日本語ではない言葉で、大勢の男たちが怒号のような声を上げ騒がしい。とら、こっちに窓がある。先に進んだヒロキが手招きしている。近づきすすけたガラス越しに、中の様子が少しだけ見える。さっき見かけた老人がいる。 部屋の中央へ向き手を振り上げ、何か言っている。くそひろき、肝心なところが見えん。うん、何を、しとるんやろうか。もう、ちょっと、中の様子が見える場所探すけん。虎はここにおってくれ。そう言って、ろきは、身をかがめ、廃屋の別の窓を探しに進んだ。時折、廃屋の中から、大きな声がどっと上がるたびに、ドキッとする。 しばらく覗いていると、あ、と、広木の声が聞こえた。一瞬、廃屋の中が静かになったが気づかれなかったのか、またざわざわと騒ぎ出した。俺は、広木の声がした場所へ、ゆっくりと近づく。広木は、尻餅をつき、ガクガクと震えており、涙を流していた。中にいる連中に気づかれないように、小さな声で、広木、どうしたんか 大丈夫かと尋ねると、ヒロキは、ブンブンと首を横に振り、恋を殺しないている。震えるヒロキの肩をポンと叩き、廃屋を覗いてみる。先ほどと同じようにすすけたガラス窓があり、中を覗いてみると何かを取り囲むように男たちが座っていた。どの男たちも、部屋の中央を見て騒いでいる。ゲラゲラ笑っている者も,もいれば、 怒鳴り散らすように土合を上げている者も,もいる。不気味な光景に鳥肌がぶわっと立った。男たちの視線の先には丸く囲まれた柵があり、その中から羽毛のようなものが舞い上がっている。柵の中がよく見えなかったので足元にあった切り株に乗り背伸びをしてみるとそこには有事がいた。衣服は脱がされ。 口と両腕両足を縛られ顔には殴られた跡があった木の杭のようなものにくくられており身動きが取れない状況になっていてユージの周りにはニワトリのようだがニワトリよりはるかに大きな鳥が暴れていたよく見ると大きな鳥は足に短い刃物が縛ってありユージは脇腹の辺りから出血し痙攣していたあまりのショックと 恐怖に身動きが取れず、ガタガタ震えていると、正気を取り戻したのか、広木が、俺の手をぐっと引っ張った。逃げよう。広木に促され、震える体を奮い立たせ、その場から離れた。自転車を隠してある場所まで戻り、少しでも早く、この場を去ろうと、俺たちは突っ走った。途中、例の集落を通ったが、 海派屋へ行っているのかも抜けの殻だった様子。地元までは、どんなに飛ばしても1時間近くかかるが、田舎のため駐在所も少なく、俺たちは、必死に自転車を走らせた。やっとの思いで地元へ帰り、俺たちは、見てきたことをぐしゃぐしゃに泣きながら、親たちに話した。母親は、あんたたち、あそこへ行ったんか。あんたたち死にたいんか。 と涙を流しながら怒鳴った父親が警察へ通報し、少しすると、数台のパトカーが家の前を走っていく。その中の1台に、ユージの母親が乗っているのが見えた。通り過ぎる瞬間、ユージの母親は、俺とヒロキをじっと睨みつけていた。氷のように冷たい目で、目の前を通り過ぎても振り返り睨み続けていた。その目は、 あの集落で見た目つきにそっくりだった。ひろきを父親の車で送り、また明日なと声をかけると、ひろきは少しだけ笑ってみせた。ひろきを無事に送り届け家へ帰ると、親戚やばあちゃんまで来て、俺は叱られた。そして、父親が俺に言った、とら、お前は、まだ子供で難しいことは、わからんと思うが聞いてくれ、俺は黙ってうなずいた。 今日お前たちが行った場所はな、日本であって、日本じゃねんだ道路も舗装されとらん。電柱も立ってねえ。すんのるもんを見たかみんなまともな格好はしと、なんかったやろうそんな土地に、かたくなにいつまでんじゅうんじょるそしてこっち側の人間を遠ざけとるんや。あの地区には、わしらとは全く違う文化や風習があるんよ。あの地区の連中からすりゃ。 わしらは敵に見えるようや。わしらはいつだってこっち側へ迎え入れる準備はしとる。学校へもちゃんと通えるし、仕事だってある。あの地区からこっち側へ来て普通に生活しとるもんもたくさんおるんよ。お前の友達の友人とこもそうや。ただ中、には、出て行ったもんは、裏切り者なんてねじくれた感情を持つもんもあそこにはおる。 最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。